はい、本日はですね、タイトルを見てもらった通りですね、買い物をしていきたいなというふうに思います。で、今日買い物をするんですけども、いつも言ってる通り僕は別に特に欲しいものがないので、嫁さんに、買い物をしていきたいなというふうには思っておりません。今日は僕でもないし嫁でもなくてですねこの人です。じゃん、どうも僕の弟です。で、弟が、今仕事帰りでちょうど、合流したんですけど夜なんですよね。だからもう今からもう早速買い物していきたいなとは思うんですけども、弟が誕生日が近いということなんで誕生日プレゼント、だからなんや、そう全然だから言ってなかったんですよあ、そうなんだ、言ってなかった。でとりあえず来てって言ってピンマイクだけつけて始めたんで、まあ、本人は何か分かってないんですけど、はい、まあ、誕生日プレゼントをね買いたいなと思います。ほんで誕生日プレゼントを買うんですけどもどうしようかなと思って、なんかキャンプしてるやん、うん、だからキャンプ用品かなと思ったけど、服がいいやったら服でもいいんだけど、いやどっちでもいいどっちでもいいということで、もらえるものはどっちでもいいということで、一応予算がこんな感じで作ってきて、はい、ルーレットを作ってます、はい、でルーレット作ってるからそれに合わせてくれたんやけど、うん、ルーレットの候補4つあんねんけど、うん、金額どれぐらいでも大体4つ、うん、金額がある、うん、大概あれじゃない、5000円、1万円、2万円、5万、10万で結構強気にいくね。そこまで陽田さんはでもな、今回外れないかもな。まあまあ確かに確かに、1万、3万、5万、8万あ、けど惜しかったよ。でこのルーレット回して、これ惜しかったらあかんねん、全然違うくて意外やなんか一番正解だけど前は寝坊目いかれたね、うん、これ回してくれて、うんうん、で止まったところがもう今日の予算で、ちなみに8万円出ちゃうと、うん、俺と嫁さんがずっともやし生活になるんですよね、もやしになっちゃうね。だから1万円ぐらいやったらちょうどな1万じゃ少ないよ。なるほどな、はい、じゃあ行きます、うん、行きます。でもな、くじ運強そうなんだよな、嫁の弟さんは弱いから、今日も出てるからな、俺。あ、今日やったん、うん、おーやっぱりめっちゃいいラインになってくるな、はい、ということで、今日の買い物は5万円ということで、5万円の買い物行きたいなと思います。はい、ではどうぞどうぞ行きましょう。店員さんから送ってもらってね、まあ、最近キャンプしてるらしいからね、買ってきますけども、むっちゃおしゃれ。こっちのギア感は初めてやな。そうだね、ああ、ねこういうの欲しいねんけどな、やり方がわからんからな。初心者キャンパーになるもん。なんてなんて、初心者、初心者、むっちゃ初心者。こんなん片付けから入ったらかっこいいやな使い方わからんやん。この間思ってたのがタフマルやったから、ガスコンロというかあんのよ、全くわからん。すごいね、いっぱいあるね。お魚だね、これは。結局こっち来ても服しか見てないもうちょっとはぐれちゃったけど、やね、はぐれちゃったね、うん、なんか一人で喋りながら、もしかしたら音声入ってんじゃん今、もし弟が喋ってたら一人で喋ってるって、うん、喋ってるね。まあ俺らもキャンプとかいつかするときは来たらな。まあまあまあ、本当はね、グランピングね、行けたらよかったけど、そうそうそう、ちょっとね、行けなくなっちゃったから、うん、まあしゃあないよね、うん、そっちなんか椅子とかあるんじゃん。なあ激渋やねんないつね、ここに来たらいつもそれでいいよね。あ、ちょっと内野手やってるっぽいよ、うん、かっこええやん。なんか今欲しいのとかあるん？いや、テント欲しかったけど、テントはな、高いからな。あ、そうね、ちょっとな、5万で収まらんねや。そうやね、で、かつ収まらんねや収まらないな今すぐ買わんでも、まあまあもうちょいしてからでもええんかなと。あ、で今1個はもう見つけてる。あ、そうなん、もう1個は、いや、じゃあ焚き火台。今焚き火するのってその台がいいのよ、やっぱり。あ、そうなんや、うん、その例えばキャンプ場でも芝とかやったら、うん、燃えたりするやん、うん、であかんから焚き火台っていうのが必要になってくるから。昔やったらな、そんな瓦とかやったら適当にできたけど。あ、そっか、炭とかを汚したままやったらあかんってことな。そう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 。ちなみに今日弟の YouTube チャンネルが1000人突破したらしいです。ねえ、すごい。これ実は知ってる人結構おんねんで。あ、ほ、そうなん、うん、ってことは登録してくれてる人もおんじゃん。おるな。何人か俺コメント来たけど、コメントしてない人でもおるな。すごいな。マスクしてると余計顔似てるかもね。あ、ほんま、うん、うーん、まあ、俺ら一家は薄毛系 YouTuber としてあんまり毛は濃くないから俺が一番濃いねん、ちょびひげやけど弟もっと昔の戦国武将みたいな薄い生えてるか生えてんか。めちゃくちゃ薄い
あれやな。え、それ焚き火台ちょっと抑えよう言った。どれか見せて。とりあえずこれってこれと一緒ですよね。違うんです。あ、違うんですか。うん。これらしい。これらしい。あ、そっちなんや。これはまた別。売り切れです。あ、売り切れない。ごめんなさい。残念。なかった。なるほど。こっちとか？また違う。こっちはね、チタンで、そうなんや。これだけ薄くなる。あ、へえ。持ち運びに適してんねや。今布のとかもありますよね。はい、布のやつはだいたい何十時間だかな、四五十時間で穴が開く。あ、かんねや。わからんね。よっしゃ、行こう。はい、決まった。これで決めます。何が決まった。もうちょっと見ません。全然。思いますか。よく見た目から入るんで。店長さん。店長さん。これがええな。よかったな。はい、まずじゃあそれ。じゃあこれを、はい、まずこちらを。それなんで。1万。オッケーオッケー。オッケー。あと4万。ちなみにこれ税別そうなってんだけど。別にいいよ、大体はいい。大体、オッケー。ぴったしなくても。5なんですよ、予算。50万。いい、いい。びっくりした。ゼロ2つぐらい減らした。5000円。まあまあ、5万なんですよ。5万円から。だから。これ。え、じゃあ今日は焚き火台と一応ね、まあ全部いろいろ決まりたい。はい。そんなにいいんだね。はい、僕はね、グローブが一番欲しいですかね。5万やったらね。あれは買うんじゃなくて、いつも来た時にポンポンするようだよ。あとでアルコールしかんない。そうだよ。言ったけど、これ映されんけど、この後ろ店員さんずらっと並んでる、一列。めっちゃ、あの、圧迫感は感じるけども、引き続き撮影しております。すみません、はい、綺麗なやつ置いておきます。ほんまやったんかな。聞いとかんでいい？なんかこういうのやりたいとかさ、山本さんとかに。なちょっと待ってよ、俺もな、パンって今言われても何も思い浮かんでないんだけど。あ、料理できないくせに。ちょっと一緒に見たらどうなの、君。あ、シェン一緒に見ないよ。まあ多分視聴者の人やったら、うん、好きな人多いんじゃ。あ、だってアウトドア系の人やったら。そうか。でたまに、キャンプ行くけど、うん、何のダウンがいいですかとか聞かれるもん。わししたことないじゃん。いいのあった。そうね、俺12月にこれかこれか見とって、これがまさにここにあって、よかったじゃん。ラスト1台なんですけど、これ最後ないんですけど、もちろんそこまで僕のね、映せないですけど、この右下に子供いてるんですよ。ぼーっとこっちで見てます。口でこう調べてると表記でこう、いや、見てとかじゃなくて、ちょっとこうなんか曖昧な言い方してたり。あ、なるほど、なるほどな。山本さん、全然話変わるんですけどね、レトロ X って向こうあったりします？アパレルか。もうない。もうないかな、あるかな。ちょこっとあったんじゃないですか。あっても色が限られてるみたいな。かなり限られてますね。はい、やってちょっと見に行こう。レトロ X な、うん、ちょっと向こうも見に行ってきてもいいですか。あ、全然全然。ちょっと残り3万円からレトロ X 分があるんですよ、いけるかな。今、まあ、確かにのをちょっと考えています。置いときますね。はい、お願いします。ほな、ちょっと今からていうか、あれ進め、アパレル館に行ってみましょう。はいはいはい。お前らうちとっても逆に5万でなんか買えるキャンプ用品ってあるの、うん、1個だけみたいな。けどテントとかでも安いのやったら5万で1個買える。全然買える買える買える。へえ。だから総額で揃えようと思ったらさ、やっぱ30万とかするんちゃう、うん、行くんちゃう。それはなんかそのメーカーとか選んだ。はい、収集しましょう。どうしたね。ごめんごめん。上にあるんちゃう。これ前来て以来やな。うん、本当だね。あーゴースもあるしやな、ナンガもあるしやな。あのけど比較のやつは俺見たね。あ、ビレイヤーやな。意外比較？何、ユニクロのやつ？ユニクロと比較とか。セール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 。これめちゃめちゃかっこいいやないかい。セール。見たことないな、こんな。へえー、そうなんだ。ほら、背中。あら、なんのそのヒラヒラは。何のヒラヒラでしょうか。ヒラヒラベッチモデル。レディース？あった？こんな。あ、もうないや。これってレディース？メンズのレトロ X もうないですね。兄弟お揃いやばくない。確かにバイキンマンカラーや。これと、うん、紫か。兄弟お揃い。まあな、サイズだけ今きといたら、ほんな S ってわかるやん。お、じゃあ。で、来年じゃ今年か、2021年出た時もう S って買ったやつ。まだ出んの。毎年してる、これは色違い。ほほほほほほ。ちょっと待って待って。兄弟コーデ。兄弟コーデやばい。アラサー兄弟がお揃い。
実は僕が兄なんですまあサイズはぴったしだね。はいっすよな、うん、キャンプ用品行く戻りますか、うん、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。あと何しようかな。そんな無理に別にいいねってゆくゆくこんなん作りたいんだな。ガスのストックを買っとくとか。ただいまストーブなんていかがですか。夜の寒い時ストーブ、これおしゃれではね。お姉ちゃん家あるよ、こういうやつ。あ、そうな、うん、お姉ちゃん家おしゃれやもんね、うん、なんか俺どうしてもさ、この辺よりさ、あっちを見てしまうんだけどさ、ガッツイキャンプって感じだよね、あっち。うん、その椅子とかさ、テーブルとか見えてる。そっちじゃないねんな。うん、でもこっちの方がやっぱ気になるんじゃない。なあ、してあっちはもう値段的にオーバーしてるからじゃない。あ、だいぶ予算が少ないんだよね予算が少ないって。これ何時までだろう。わかんない。閉まったらどうするやばい、戦う。これ何、これが1万7500円するの。何これ。あ、お水キーパーみたいな。お前水やん。大家族やん、こんなんでお水飲んだら。ちょっと動こうよ、こんなとこ止まってても。ちょっと、うわ、70万。え、1、10、100、1000、10、7、70万。もうお家帰っちゃう。いいね、いいねんけど、ここら辺だけ帰んないか。テント、そうそう、テントをちょっとなんぼなんかなと思いながらテーブルとかもあんの。テーブルはとりあえず買ったのは買ってんねん。あ、そうね。一通りはあんの、あんねん。こういうコールマンとかやったら高いねんけど、本格的な感じだったら高いわな。そうやねん、そうやねん。パーンと立てるだけのやつじゃなくて、ええのかな、こういう前についてるとかやったらタープがいらんのよ。それはええなと思ってるんだけど、うん、あれだからねかもう別にタープを買うって。結局さ、キャンプとかってめちゃくちゃ金かかんねんな。うん、ソロ、まあ、キャンと言ってもね。おー、うんうんうん、まあ、キャンプっぽい。何これ、閉めたらこうなるってことですか。そうです、あくまで、まあ、六角形が基準で、ジッパーであと2箇所広げることができるんですね。で、1箇所広げるとヘプタゴン、2箇所広げる と、オクタゴン。もちろんこれありやな、だ1個削ったらいけるってことですもんね、うん、そうやんな。これありやな、まあ、1個は自分で払ってもらったらね。そうやな1万オーバーでちょうど、テント4枚。え、テントが4枚やな。でも1万もう1回ルーレット回ったんですよでもね、引きやね、やっぱ1回しかないから、ね、次回すの1枚からほんまにあかんと思う買ってもらうのとしてはだ、これとあれにしようかなと、うん、やったら5万で収まるから、うん、いいね、いい判断だ。で、焚き火台は俺自分で買うわ、うん、いい判断だ。レジで行きます。ではまず買わせてもらいますね。はい、お願いします。はい、はい、じゃあこれが多分いけてると思います。はい、はい、すいません、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。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  OK、 いいよ。はい、ということで無事買えました。1点、2点、3点あるんですけども、3点入れちゃうと6万円オーバーになるので1点削らせました。なので1点は、自腹で買っております。結局何買ったの。テントと焚き火台とバナ、バナ、この3つを買わせてもらいました。で、焚き火台だけ自分でっていう。そうです。なのでここから YouTube もね、頑張ってください。ありがとうございます。はい、あの YouTube の方はね、またあの1万人超えたぐらいで僕も宣伝しますのでそれまでは言いませんのであのもしね、あの気になる方は調べてみてください。あの見つけ張った方も何人かいらっしゃいますので、はいはい、ということで最後何か言ったことありますか。特にないですか。そうですね、ないかな。ないですね。ないかな。はい、ということで今日はですね、弟に誕生日プレゼント買ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。